それでは今回の動画はドイツブンデスリーガ1部と2部に所属する日本人選手の今シーズン記録したトップスピードランキングを紹介していきます。スピードの目安として例を挙げます。リバプール所属遠藤航選手は昨シーズンブンデスリーガで時速 32.21 キロを記録。続いてブライトンに所属する三笘選手は昨シーズンプレミアリーグで時速 34.02 キロを記録。例として挙げる最後はセルティック所属前田大然選手。今シーズンチャンピオンズリーグで時速 35.6 キロを記録しています。時速36キロを超えると世界的スピードスターの仲間入りと言っていいでしょう。それではランキングを紹介していきます。まずは第17位から。17位は1部アウクスブルク所属ミッドフィルダー奥川雅也選手、時速 27.93 キロ。今シーズンは怪我の影響もあって12分しか出場していないので、まだ本来のスピードを見せる機会がありません。続いて第16位は2部デュッセルドルフ所属ミッドフィルダーアペルカンプシンタ選手、時速 30.24 キロ。今シーズンはインサイドハーフを務めてすでに5アシスト、セットプレーのキッカーも任されています。ドイツ世代別代表の経験もありますが、今後の目標は日本代表入りということです。続いて第15位、一部シュットガルト所属ミッドフィルダー原口元気選手、時速 30.35 キロ。今シーズンリーグ戦はまだ20分しか出場ができていません。なので本来のスピードを見せる機会がほとんどありません。続いて第14位、一部フランクフルト所属ディフェンダー長谷部誠選手、時速 31.07 キロ。長谷部選手は現在39歳、今シーズンはカップ戦などを含めて4試合の出場にとどまっています。続いて第13位は2部デュッセルドルフ所属ディフェンダー内野隆選手、時速 31.42 キロ。パリオリンピック世代の右サイドバックで、今シーズンは途中出場がほとんどですが、すでに7試合に出場している成長株です。続いて第12位、2部ブラウンシュバイク所属ミッドフィルダー遠藤啓太選手、時速 31.8 キロ。今シーズン5試合の出場にとどまっていて、得意のドリブルは成功率 17% と苦しんでいます。続いて第11位、2部マクデブルク所属フォワード伊藤達也選手、時速 32.38 キロ。ドリブルが得意な選手で、細かいタッチで相手を翻弄するタイプなので、スピードはそこまで速くないようですね。ドリブル成功率 62% といい数字を残しています。続いて第10位、ここで来ました、一部フライブルク所属ミッドフィルダー堂安律選手、時速 32.69 キロ。昨シーズン 34.37 キロを記録しているので、こんなもんじゃありません。リーグ戦1ゴール、ヨーロッパリーグ1ゴール1アシストですが、10月の終盤から調子が上がっているので、ここからまた楽しみですね。続いて同率で8位となったのは、2部ニュルンベルク所属フォワード林大地選手、時速 32.81 キロ。今シーズンは途中出場も多いですが、1ゴール1アシストを記録。8試合で15回もファールをもらっていて、ポストプレーでの貢献度も高いですね。続いて同率8位、2部ハノーファー所属ディフェンダー室谷聖選手、時速 32.81 キロ。元日本代表の室谷選手ですが、今シーズン出場した9試合すべて途中出場。昨シーズンは3ゴールを挙げていましたが、今シーズンレギュラーの座を奪われたことで、もしかすると移籍があるかもしれません。
続いて第7位、2部シャルケ所属、ミッドフィルダー光月総一郎選手、時速 32.88 キロ。昨シーズン一部で苦戦していたシャルケに彗星のごとく現れ、ゴールを挙げて話題になりました。今シーズンサポーターから光月選手を見たいという声はたくさんあるものの、ほとんど使われていない現状です。続いて第6位となったのは、一部ボルシアメーヘングラートバッハ所属、ディフェンダー板倉滉選手、時速 33.02 キロ。今シーズンここまで7試合で2ゴールを記録。足首を手術したばかりですが、移籍の噂もあるので、そのあたりも注目ですね。続いて第5位となったのは、2部キール所属、フォワード町野修斗選手、時速 33.52 キロ。リーグ戦10試合に出場して2ゴール1アシストを記録。抜け出し、空中戦、ポストプレー、スローインからのロングスローなど武器の多い町野選手ですが、ここ最近は調子を落としているので、巻き返しに期待しています。続いて第4位となったのは、一部シュツットガルト所属、ディフェンダー伊藤洋輝選手、時速 33.74 キロ。昨シーズンは時速 34.43 キロなので、まだ余力がありますね。今シーズンからシュットガルトでも本格的に左サイドバックを務め、2アシストを記録。契約延長により年俸は倍以上の約4億円となりました。それではトップ3の発表になります。第3位は、2部デュッセルドルフ所属、ミッドフィルダー田中碧選手、時速 33.85 キロ。3位に入ってくるとは予想外でした。調子の波は激しいですが、飛び抜けた活躍を見せる試合もあり、イングランド移籍の話も未だに出ていて、面白い話題をたくさん提供してくれる選手ですね。残りは1位と2位の発表です。それでは第2位となったのは、一部ボーフム所属、フォワード浅野拓磨選手、時速 34.62 キロ。ジャガー浅野選手はまさかの2位でした。今シーズンすでに4ゴール1アシストでどんどん評価を上げています。昨シーズン時速 35.42 キロを記録しているので、今シーズン中にもっと速い数字を記録しそうですね。それでは1位となったのは、2部ニュルンベルク所属、ミッドフィルダー奥貫寛治選手、時速 34.79 キロ。浅野選手を抑えて奥貫選手が1位でした。今シーズンからブンデス2部でプレーしていますが、リーグ戦13試合すべてスタメンで出場、3ゴール1アシストを記録。10月には日本代表初選出もありました。楽しみなドリブラーですね。ということで、このようなランキングになりました。予想通りだったでしょうか。シーズンが終わる頃にこのランキングがどうなっているかは分かりませんが、これからもブンデスでの日本人選手の活躍を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。